皆さんこんにちは国家資格キャリアコンサルタント試験対策学科対策ですねポイントマスター統計指導道場のご紹介をこれからさせていただきたいというふうに思っております、えー、担当いたしますのはキャリアコンサルタント、えー、小松秀春と申しますよろしくお願いしますでこの統計 あのたい例えば第1問、第2問、第3問、そして第10何問って。ところで数台それから後ろの方もちょこちょこっと出てくるんですが、非常にあれですよね。あの何ですかね。対応が難しいですよね。この対応が難しいっていうのは、まあ、ある意味過去問が使える部分もあるんですけど、使えない部分も出てくる。いうところがあって、我々的にはよく出る。統計の今。 生きているものを。うまく結びつけてやらなきゃいけないというところがあります。あと、あの協議会から出てる情報集すごくいいんですけど、あれ全部見てるとキリがないですよね。いうところで絞りづらいっていう声なんかもよくいただきます。ですので、過去問以外で統計の勉強をして、まあ、ある程度ちゃんと今の統計に合ってるものっていう教材を提供するっていうのは？ まあ受験期間の我々にとってもすごく難しいんですけど、そこにトライしているのが実はポイントマスター統計士労働場というところになってくるんですね。ですのでこのね実はあの講座の狙いは試験に出そうな最新の統計の内容をざっと抑えます。で、1、2、3章をったんですけどそこではあのよく出るんじゃないんですけど。 今回狙われた統計をこんなのありますねっていうところで各問を皆さんに調べていただくとしてその各問の出典のえそういったえ実質統計特に厚生労働省とか総務省の統計局が出てる統計っていうものを中心に皆さんにあこういう統計があってこういうものなんですよっていうことをご紹介していくっていうふうにやってで皆さんが各問解いてでその部分と対応できれば知識ついてきますよねって同時なんですけど この実は第1章以降よく出る統計なんかをちゃんと押さえて最新の統計で皆さんにご紹介していますのでそれを見ながらだから過去問ではある意味対応できない今生きている統計例えば皆さん7月試験ですから2022年,年度の,22年の平均がもう出ちゃう2022年度平均は間に合わないと思います。 3月までのねデータってことになりますから4月下旬から5月に出てくるんでちょっとこれを試験に導入するのは難しいですけど年平均は2月に出ちゃったんですね1月末から2月に出てるデータになるんで7月試験では出ちゃいますですんでそういったものにちゃんとリプレースした統計の数値で皆さんに問題提起をするということなんかをやっていくということになっていくんですねでさらに過去問以外の問題をたくさん あの取り揃えて要するに過去問は出るかもしんないんですけど出ないかもしんないじゃないですか。で昔の過去問を焼き直して出るとそうすると統計のデータが違うって問題が出てきちゃうんでですんで昔の,あの試,験試験で出てるようなパターンでこれが今の問題だったらこうなるなって出し方なんかをちょっとすることによって勉強してもらおうというところがあります、はい、でさますすでな知識がつきますたくさんの統計をご紹介します。 結果的にいうことになります。皆さんに、ね、全部で八時間ぐらいビデオを見ていた,いただくことになるのかななのあ七六時間七時間ぐらい皆さんにビデオを見ていくことになると思うんですけど、その代わりあの時間かけていただければあのそれなりの力はつくんじゃないかなというふうに思っております。はい、進め方でいうとこんな感じです。第 A 章からい、e、ね C 章として第二十二回試験から二十回試験今出てる。 そういいった統計とか発表資料をご紹介していきます。で、第1週以降はポリオリジナル問題ついてますから、ね、あのちょっと「聞くだけ」っていう講座もネ、ね、ックで用意してるんですけどこっちは統計なんでやっぱり目で見て確認しななきゃいけないいけところもございますですのであの勉強した後は止めていただいて問題解いて解説すぐ言うんですけど解説を聞く前に自分で解いていただいてちゃんと分かってるかとか確認していきましょうよとそういう進め方で やっていくわけですねそれが聞くだけの過去問講座とちょっと違うところです。で気になるのは皆さんね中身だと思いますんでこんなものをご紹介してまいります。ですので ABC 章で過去問でこれから1章以降で取り上げないねこ統計なんかはこちらでご紹介して。でその後 労働力調査失業率の最新データそれから有効求人倍率の最新データ一般職業紹介状況をご紹介していきますだいたい2時間強かな、ね。パート2品質統計についてはこれ両方とも1時間半以上特に4の労働経済の分析は令和3年版をご紹介している関係で1時間50分近くあるかなという対策になっちゃってます。両方走って大体いい4時間弱ぐらいかなと。 いいう,うに思っていますで一番出る統計が3層の能力開発基本調査ですで第4章の労働経済の分析これもよく出る統計になってますんでここら辺の最新のものでまだ過去問では令和3年版までしか出てませんので令和4年版の勉強は過去問を勉強してもできないということになりますので特にこの道場では令和4年版の,こうあの中盤部分かな いうところに出てくるねそこら辺の統計キャリコンについてとか労働以上に移動に関しての問題が出てるんでそこら辺はしっかり押さえておいていただくといいのかなキャリコンの効果なんかが出てるんでちょっと大切なところになる可能性があるかなというふうに思っております詳しいことは中見てくださいこの場で全部お伝えすることはなかなか難しいですでパート3これちょっと1時間くらいいうことになるかなというふうに思うんですけど でこちらの方で障害者それから男女の共同参画っていうところで今男性の育休なんかもすごく大切になってきてますからそういったものの実態そして賃金についてのデータなんかをご紹介してますだいたい1時間くらいの内容だったというふうになると思いますですので全部合わせてだいたい7時間くらいの中身になるかなというふうに思います6時間7時間ぐらいの中身になるかなと思うんですけど思いますと同時にもう一つは 止めて勉強すする時間がございます、ね、要するに問題を解いていただく時にそのまま私が「どうぞ」って言ってそのまま流しちゃうとあれなんでちょっと考えてもらう時間がきっと2,30秒間必要だと思うんですよですのであのポイントなんですけど気をつけていただきたいのは例えば2時間とか3時間で全部終わるもんじゃなくて全部でおそらく1回見るだけで10時間近い時間は かかかっちゃうかな例えば過去問ちょっと解いてもらったりとか指定した問題解いていただいたりとかあとこ,の,もこの,、ね、あのポイントマスター道場の中に出てる問題解いていただくのも見ながらやっていただくということになっていくんでそれなりにご負担がかかりますよろしいでしょうかですのでゴールデンウィークとかねちょっとお時間がある時時間をおそらく2日か3日かかると思うんですよ一通りやるだけで。ですので早めにご利用いただいて少しでも早くその中身を マスターしていただきたいなっていうふうに思っています。よろしいでしょうか。そうするとかなりね統計に関する感が出てくると思うんですね。で見たことがない統計が出た場合も対応できるのかなっていうふうに思います。おそらくこのねあのビデオあの紹介ビデオをご覧になっている方ねいう方に関して言うと紹介で受けるのが不安だなとか。 あと1回試験1回とか2件学科試験をちょっとうまくいかなかったなってご経験されている方だと思うんですね。そそういう方のそういい方ののった対策につながるものね特に1回試験失敗しちゃった方は合格点いかなかった方は前に例えば養成講座勉強しててももう1年近い前の話になっちゃうので統計データがずれていっちゃうってことがありますのでそういったところの,あの最新のデータにアップデートするってところの 目的なんかも果たしていただけるんじゃないかなというところになってきますのでちょっと正直ご負担はある講座だというふうに思ってます繰り返しますご負担はある講座でございますかなり勉強しないといけないということになってますけどその分力がつく講座になっていると思いますので学科試験をねしっかりとした力で迎えたいという方ねそういった方にはこの講座をご紹介したいというふうに思っております逆にどっちかといえばあんまり負担なく勉強したいしたいという方に関して言うと 聞くだけの格問道場ね各問の講座の方もレックで用意してますのでそちらの方でまず対応していただいてということでちょっとこちらのね講座をご利用いただく方はちょっと一回うまくいかなかったんだよなとかこの統計が本当に不安でっていう方をねあのフォローする講座になってますんであのご利用方法については十分ご注意いただきたいというふうに思います。はい、ではいででこれで 統計資料のね。ポイントマスターの登場、こちらの方のご紹介をね。終了させていただきます。では、しっかりご検討いただいた上で、もしよければね。皆さんのお力になるんだったらお役に立ちたいと思ってますので、まあ、ご検討をねしていただければというふうに思います。ここまでご覧いただいてありがとうございました。